フリーナンガラはインドネシア海軍が保有していた潜水艦である。過去に同盟の艦艇が存在しており、これと区別するためにナンガラ2と呼ばれた時期もあったが、沈没後は大きく描かれた船体番号402の写真が取り上げられる機会が多く402と船体番号で呼ばれることがほとんどとなった。なお、ナンガラは神話由来の名前であり、 神が持つ槍を示すため、ナンガラ単体では別の単語となる。1978年に209型潜水艦シリーズの一石として、西ドイツで製造。1981年にインドネシア海軍に編入された。兄弟艦のカクラと共に、チャクラ級潜水艦とされる。1997年から1999年にかけて近代化改装を受け、 ついで2010年からも2年間、韓国の大宇造船海洋で大規模な改良工事が施され、安全線高深度が240メートルから257メートルに、速力が21.5ノットから25ノットに向上したと報じられている。2012年1月に再投入された。2021年4月21日。 バリ島の北約 96km の海域で53人を乗せ魚雷発射訓練のため先行中に消息を立ち、捜索中であることが発表された。3日後の4月24日にインドネシア海軍は乗員53人全員が死亡したと発表した。潜水艦内に搭載されていた酸素は24日の朝に尽きていたとみられる。 沈没原因の詳細は調査中ではあるが、水圧に耐えられず水中で大破した可能性があると見られている。深海からの海洋サルベージは特殊な事例を除いて、実績はなく、南柄の引き上げは、費用面や技術面から絶望しされているが、中国海軍は引き上げに名乗りを上げ、同年中に潜水艦救難艦、A 光島863、科学調査船、 探索2号を現地に派遣して、引き上げに向けた作業を開始している。2021年6月27日、遠洋練習公開中の海上自衛隊、練習艦隊は、洋上慰霊祭を実施した、南柄沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。